はい、皆さんこんにちは、あちでございます。PC88 のですね、メラルドドラゴンパート65ですね、やっていきたいと思います。どうもね、録画の終わりの時に私が言ってるパートがね、むちゃくちゃだったようなのでむちゃくちゃみたいですね。さっきもね、63かなんか言うて終わってたと思うんですけど、さっきは64でしたよね。で、これが65になります。申し訳ないですね。で、やっていきたいと思いますね。洞窟来ましたよね、進捗としてはね。そっからどうなのかなって、なかなかね、戦闘がね、本当にね、泥仕合になってます。申し訳ないですけどね、なかなか本当にね、あとタンマリンさんが回さなくなってからね、時間がかかってるような気がしますね。おまけに混乱するのも出てくるしね、もうなんか硬いのと、ろくでもないんでね、もう時間ばっかりがかさみますね。あ、そっかそっか、こっち来たのか。で、どうもね、どうも、いけてるのかな。あ、これね。で、これこうでしょ。セーブしとこうと思ったんですけど、まあいいか。これ、やっつけて、サヨシアントの弓じゃ無理か。で、サヨシアントさんの弓じゃ無理かな。あ、生かす。生かしますね、本当にね。で、増えるのね、増える敵さんなのね。はい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 。どう、あららららららと。で、これまたね、一応セーブしておきましょう。なんかこれにね、ヒントがありそうな感じしますね。おそらく決められてる全部を倒せばいいのかなっていうね、気がしますね。ああ、そういえば今日はエイプリルフールですね。4月1日になります。嘘を言ってもいいのかな、許されるのかな。でもあんまりね、シャレにならない嘘は許されないんでね、きっとね。嘘もほどほどにしておきましょうね。おっ、アートルちゃんがレベルアップしました。あ、タモリさんもね、あ、もうなんか2つ開くのが定説なのかな。よいしょ。で、あー、ほんとね、ほんとね、もうトエロスだっけ、ドラクエの魔法が欲しいわ。リビングジュエル、そんな名前だったのね。いっぱい殴ってきましたね。あれ、どこいんの。ああ、どっかに敵いんのか。最悪ね、これね。何、どれがいるの。ああ、ここにいたのか。おお、一回セーブしますね。あ、そうなの。すぐ出てきちゃったけど。あ、宝箱がある。あ、ウォルカシャ湾の地図を見つけた。これ大事ね。あ、外出たらもうこれで迷わないわ。あ、で、これでやっつけて、お、なんか光ったんで、これで条件進んだよね、きっとね。さあ、さてさて、どっち行こうかな。こっちか。何？お、思い出した。あれ、召喚みたいなのね。タモリさんの目の前に今出たでし
来た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 、これに敵やっつけてくれるんですわ確かね。てか日の目見ることあるかな。あ、あるね。あ、ないわ邪魔しちゃったねあ、邪魔しちゃったね。日の目見ないねこれね。ちょっと、あ、この84のレベルからねタムネンさんのねこれを使うようになるんですね。ゴルフ回す方が嬉しいんですけどね。まあでも戦力は上がるのはいいことですよね。というわけでどん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 やっていきましょうね。あーたたたたた、これも下ろしてるわね。これいけるいけないね。どうもね、なんかこういうのがあるとね怪しんじゃうのね。下いけるんじゃないのかなみたいなね。よいしょね。どうしてもねなんかね疑わずにはいられないですね。また今回もそれなりに広いんですよねこれね。あー、ほんと広いわ。ほんとよくこんなの作ったよね。あ、なんありゃこれでいいのかな。あ、ダメじゃない、ダメじゃない。そうね、ダメよね。あー、そっか、こういう感じね。あの右上がねさっきの島でしょ。で左上の渡し場から渡って左にぐるぐるっと回ってきて、そうですね、町があって、あら、あれ、これ地形が変わってるね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。これでいいのか。これ私が迷ってた道と地形が違うんですけどね。あらららら、セリフ変わんなかった。またセリフ、これ長いのね。長い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 。ああ、真央さん分かりましたよ。飛ばせたらいいんですけどね。あ、これ違うよね。これ違いますね。あ、てかこっち行くよりもう街行っちゃったらいいね。あ、でもなんちゃら貨車島でどのこうのって言ってるんだけど、地形が違うような気がするんですけどね。違うのかな。変わってる気がするんだけどね。一応セーブしておきましょう。これ地形が違う。どう考えても山の地形が違いますよね。山一周しましたもんね私がね。で、あ、そっちね。あ、で最後に、あ、これまだ日の目見ないね。あ、彼の日の目を見るのはいつになるんだろうね。ちょっと待ってくださいね。この地図見れる時点でちょっとおかしいんですけどね。おかしいというか、倒せなかった。まあ6人体制でいけてるんでね、なんとかね。ああ、まだ狂っちゃった。あ、今回日の目見ますね。おー、強い。かなり強かったんだ。強いね。強いわ。ああ、強いね、本当にね。ああ、いいことですね。敵が本当多いね。さあ、これやっつけて。
あー、2人とも来ちゃったか。頑張ってください。あ、強いね。やっぱ強いわ。やっぱ強いです。やっぱ強いね。それだと82ぐらいから84ぐらいまでが一番しんどいのかな。そんな気がしますけど。よし、あ、来た来た来た。これは、あー、なんか嫌な感じする。島のことなら長老に聞くんだな。そっか。ちょっと待って、でも地図変わってるよねこれね。変わってないのかい。完全変わってる気がしたんだけどね。島一周、山をね一周回れてないような気がするんですけどね。あー、でもセリフ変わってないんで、そうなんでしょうね。あ、参っちゃった。また神殿っていうか柱みたいなのやり直さないといけないのかな。狂わされるやつはつけに行かんといけないね。ねえ、あいつね。ああ、間に合わなかったね。ああ、間に合わなかった。ああ、そっち行っちゃう。なんで右行っちゃうんだろう。おお、なんかすごいの出てきた。タムリンさん、すごいの出てきたね。これどうなんだろう。すげえ強い。あー、強いね。もうタモリンさんもなんかね、やりだしたら止まらなくなってきましたね。遅くなったような気がしますね。あんだけバコンバコン上がってたのがね。いつでまたセーブしますね。またやり直なのかな。やり直したとつらいね。じゃあ今度はね、中の方に行くように心がけましょうか。あ、でも管理して、あー、やり直しだこれ。あー、やり直しだ。しまったな。あ、いいのか。あれでいいのか。あー、そういうことなのね。あー、もう一回この左手ぐる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 回りながら、最後やったかなっていう感が出たときに、ね、そういうことなんですね。どっか探さないといけないということなんでしょうね。もう90いっちゃうよ、レベルね。今日は京都は行かないかな。お金も9万、もう10万いきますね。金には困らないですね、このゲームはね。そうそうね。どこまで行ったかな。よいしょ。まあ、この左手をやっとけばね、またレインボーにね、光る時が来るんでね。この柱でね。おそらく柱を全部やっちゃったよっていうね、っていう感じの時だと思うんですけども。あー、消えちゃった。あ、いない。どこだ、どこ行ったんだ。あれ、いない、いないね。あ、あのとこいたのね。
すごく、あ、届いた届いた。ね、これまだ、まだかかるよね。じゃあね、これ仕事終わったらね、やめましょうかね。時間まだ来ちゃいましたね。ああ、ほんとね、戦闘が半分ぐらい占めてるような気がせんでもないんですけどね。違うのかな？ほんと戦闘の時間が長くなったよね。はいはいはい。今こっち向いてたね。こっち向いてたんで、こっちかな。ほんともう、おいおいおい、もう、一旦で1匹か2匹か、あ、3匹か、あ、2発撃てるのね、サウシャンとね、2発撃てるのね。よし、いや、それ多分ね、タモリさん遅いよね、遅いでしょ。こっち行けるかな、行けないね、こっちも行けないね。どうなんだろうね。あ、そうだ、終わる言ってたのに終わってないわ。はい、ではですね、 PC88 のエメラルドドラゴンパート65ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。